者さんのつぶやき。こんにちは、小池デンタルクリニックの小池です。先月末に補鉄学会に行ってきて、仙台です。行ってきてっていうところから、なんか学会関係の話とかね、補鉄関連の話を続けてるんですが、仙台、伊達政宗っていう形にはなりますけれども、仙台行ってね、牛タン食って、そういう伊達政宗立ってる像を見たりとかね、そういうことも当然ね、勉強以外にもまあやってきてます。とはいえ、補鉄の学会っていうのでも全国各地からまあ皆さん集まってきてね、何をやってるのかなってって思うでしょうけれども、やってることみんなそれぞれ発表してるんですね。そして発表したに対して自分と何か考え方が違うね、その辺ちょっとおかしいんじゃないなんて思うと挙手して、それに対してね、自分の意見を述べて討論し合って、そしてその結果として誰しもが納得いくような形に近づけていくということですね。その上で研究者がね、納得してっていう形になってくると、それを論文にまとめていくと。ね。で、そういう論文とか実績が溜まっていくと、どうなるかっていうと、人によっては学位であったりとか、専門医を取るときのその材料になったりとか、あと、大学勤務であればね、講師になるために論文がいくつ以上だとかね、教授だったらねとか、そういうのもいろいろあるんですけれども、だから僕も当然ね、発表とかね、論文とかってのも、何回もね、やってはきてるんです。ですから、博士号、そして、専門医っていうものを持っているんですけれども、思い出してみるとね、辛い時もありました。オーストラリアで発表しました。そして帰ってきた、その週のうちの週末に今度は北海道でまた発表してるなんていうね、そんなこともあったりで、そうするとね、内容やっぱ違うんですよ。同じものを発表してしまうと、これは、ただ言葉が違うだけで内容一緒じゃないかっていうことで、これは被ってるぞっていうので怒られちゃうんで、ちゃんと違うものを発表しないといけないんです。そうすると、片や英語、片や日本語で、それぞれよねっていうなると、どうしても喋る文章ね、英語の方がやはり専門用語難しいですね、日本人なんでね。そうすると英語の方をなるべくね、一生懸命発表に対して答えてっていうのも、やりやすいように一生懸命英語を勉強して、日本語の発表はもうフィーリングでいいやっていうような感じでね、やっちゃったりしてる時もあります。ちなみに今こうやって喋ってるのも、完全にフィーリングでね、だいたいイメージだけ頭の中にあって、あとはタイマー見ながらやってるんで、だから僕は発表の時でも日本だとね、似たような形、スライドもありますしね、それを見ながらだいたいこういう説明をできていればいいやっていうような感じのノリがやっぱり強くはなるんですけれども、とはいえ、発表の際っていうのはね、やはり初めての時もあります。初めての時の発表なんていうのはやっぱり緊張してしまうとね、はたから聞いてれば、なんでそんな答えをしてるのって、それちょっと全然あさってな答えを言ってるよなんていうようなことを、答えてる人たちもやっぱり中にはいます。そうすると共同演者とか、同一の研究をしていたボスとかね、そういった人たちが手助けでね、横からコメントを差し挟んでくれたりするわけです。やっぱりね、どんな人でも発表する際は緊張するんですよ。だから、そういった緊張とかも乗り越えて、そういった実績を重ねて、初めてみんな専門医とか、博士号とかを取ってくるような形になるのでね、そういう人たちをね、ぜひ努力の証をね、見ていってあげてくれるといいかなとは思います。僕も含めてですよ。で、毎回になりますが、そういった専門医っていうのは各学会ね、日本補鉄歯科学会とかといったところのホームページに、掲載されていますので、ぜひ、ご覧になってみるといいかなとは思います。それでは今日はこの辺で失礼いたします。最新設備を使用した上質な治療をあなたに、福山市江南町小池デンタルクリニック。電話 0849830418